はい、こんにちは、アリアです。皆さん、もうモンスターズガンコンプリートしましたか？僕はあと3匹、一番下の方のこの空白、これは青い鎌を持ったお化けだから、おそらく幽霊。そして真ん中の方のこれか、宝箱のモンスター、これは有名ですよね。人食い箱、ミミック、もしくはパンドラボックス。パンドラボックスは出てないだろうから、人食い箱、ミミックがこの図鑑の空白だと思います。というわけで、今回は人食い箱、ミミックをそれぞれ探して倒していこうと思います。こいつらをね、倒して実質コンプリートですね。この図鑑、幽霊とかどこでも会えるでしょう。はい、やってきました、オッカムル島の古代神殿です。いやー、ここまで長かった。もうね、走り回って分かんなかったから調べちゃったよ。このオッカムル島の古代神殿のどこかにいるそうです、人食い箱。うん、ワープ先は名前通り古代神殿になっています。今までのドラクエシリーズ通りなら宝箱に擬態していますよね。というわけで、順番に端っこからね、開けていきます。やっていきましょう。開いてる。いやー、ここじゃないよな。違う。お、開いてない。絶対これじゃない？いや、だって人骨置いてあるし。最後に開けよう。銅のインゴット。銀のインゴット。これ金と思わせての、人食い箱なんだろうな。おお。あら。あっさり。さすがにね。というわけで、非常にあっさりでしたが、人食い箱倒すことができました。おそらくこの部屋固定でしょう。一度戻ってルートを紹介します。それでは、古代神殿のワープ先から、さっき人食い箱がいた場所まで歩いていきましょう。はじめにここを左に曲がります。東に曲がります。そして、このパズル。クリアしてあるものを通過して、突き当たりを右、南に曲がります。道なりに進んだら、最後次の突き当たりを北、東に曲がっておしまいです。すぐそばでしたね。中には宝箱が3つ並んでいました。人骨が置いてあるそばの宝箱ですね。人骨が前に落ちている宝箱、それが人食い箱になっています。もしかしたらこの3つは人によって並びが違うかもしれませんね。それはわからないです。この部屋におそらく人食い箱がいるでしょう。次はミミックです。場所はムーンブルク島のこの大灯台、この中にいるらしいです。人食い箱と同様に宝箱に擬態しているでしょう。また探しに行こうと思います。お、あったー。今回は早かったなー。これだよね。よし。お、合ってる。よかったよかった。これ通行なのかな？即死はないよ。あー、あっさりー。2匹目、ミミックも倒すことができました。すごい簡単なので、またルートを紹介しましょう。はい、ここは大灯台の真ん中です。皆さんストーリーで来たと思います。見覚えありますよね。ルーランポリンがもともといっぱい並んでいたと思います。
いっぱいかな、4つあったと思います。そしたら東側のルーランポリに乗って東側へ進んでいきます。よし、東側2階まで上がったら、ここにさっきのねミミックがいました。本当にすぐそこでしたね。大灯台の真ん中に上がって、ルーランポリン、トランポリンを使って2階の東側まで上がります。そしたらここにミミックがいました。これはおそらく皆さん固定だと思われます。他にね宝箱見当たらないしね。はい、お疲れ様でした。無事に人食い箱とミミック倒すことができました。いやー、よかったよかった。場所さえね分かってればすぐ見つかるモンスターだと思います。これ結構見逃しやすいですよね。ストーリー進めることに専念して探索とかしていないと結構戦わなかったりするモンスターじゃないかと思います。まだ倒してない方、ぜひ倒してみてくださいね。別にいいアイテムドロップするわけじゃないんだけど。今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。